去年7月、秋田市を襲った大雨は都市機能を奪っただけでなく、田んぼや畑など農業にも大きな影響を及ぼしました。しかし、秋田市には災害を乗り越え、熱意を持って農業に向き合う人たちがいます。今日はそんな秋田の農業人を紹介します。2月、秋田市役所では秋田市農業大賞表彰式が行われました。農業者の皆さんの資質や意欲を高め、農業・農村の活性化を図ることを目的に平成25年度から実施しています。技術や経営改善に意欲的な農家や地域の模範的な担い手などの優れた取り組みを対象に、経営体部門、若手農業者部門、地域活性化部門の3部門から秋田市農業賞を選び、さらにその中の一つを秋田市農業大賞として選出します。令和5年度は5つの個人団体に賞が贈られました。受賞された皆さん、おめでとうございます。こちらは若手農業者部門で農業賞を受賞した安藤勉さんです。添川地区で施設野菜の栽培を行っています。4年前に農業を始めた安藤さん、農業を開始した当初4棟だったハウスは今では13棟まで増加しました。ゼロからやり始めて就農して4年目で、ずっとこう規模拡大してきて、それが認められて農業賞を受賞することができたんですけれども、今後もどんどん規模拡大していくので、この調子でやっていきたいなと思います。独自のアイデアと工夫により、作業の効率化と農作物の高品質化を図っています。栽培の工夫で言えば、ハウスの中は基本的に土の見えるところには防草シートを貼って雑草が生えないようにしてます。それで除草剤も使わなくて済みますし、あとは農薬とかを使わなくて済むように、納豆菌とかを培養して野菜の葉っぱに振りかけることで病気を防いだりとか、それでいろいろ工夫して効率化することによって、野菜の手入れする時間が増えるので、質のいい野菜を出せたりとか、規模を大きくしても手が回ったりというふうにできてます。ブランド名であるワイベジのシールが目印の安藤さんの野菜は、スーパーなどの消費者からも好評です。安藤さんの今後の活躍に期待したいですね。農業大賞の表彰式に合わせて、農業子ども絵画コンクールの表彰も行われました。応募総数40点の中から、農業に携わる皆さんへの思いが感じられる作品が入賞しました。最優秀賞を受賞したのは、佐藤清香さんの作品、一つ一つ真心込めて。子どもたちにとって農業について考え、より身近に感じる機会となったことでしょう。秋田市はこれからも農業が活性化するためのさまざまな取り組みを続けていきます。